カデナ飛行場 B-52 爆撃機炎上事故は、1968年11月19日、市政権返還前の沖縄のカデナ飛行場で、発生した B-52 爆撃機の炎上事故。同系機の B-52、アメリカ空軍戦略航空軍団霊下、第4252戦略航空団に所属する B-52D ストラトフォートレス爆撃機は、 爆弾を満載した状態で、カ手ナ飛行場からの離陸を開始した。ところが途中で離陸を中断したために滑走路の延長線上で爆発、炎上した。当該機は、ベトナム戦争のアークライト作戦に参加するために、ベトナムへ向けて離陸しようとしたところであった。事故現場の先には、千葉な弾薬庫があったが、機体が弾薬庫地区の250メートル手前で、静止したために、 弾薬庫地区への誘爆等といった直接の影響は免れた。大量の弾薬が保管されている、千葉な弾薬庫大量の弾薬が保管されている、千葉な弾薬庫離陸を中断したことによって発生した火災により、当該機が搭載していた燃料及び爆弾に因果、大爆発を引き起こした。搭載していた爆弾は、両翼下に500ポンド爆弾24発、 爆弾層に750ポンド爆弾24発で合計3万ポンドに及んだ。これら燃料と爆弾がもたらした大爆発は深さ30フィート、幅60フィートのクレーターを作った。爆風は4キロメートル四方にまで及び、139棟の家屋が破損し、23マイルズ離れた那覇空軍基地の薬局の窓までも破壊するほどであった。 現場からは100メートルを超す高さにまで真っ赤なキノコ雲が立ち上り、目撃した多くの住民らは、戦争による攻撃か原爆、または水爆が爆発したのだと思って、避難を始め、大騒動となった。事故機の姿形は、2、A ブラックスポット、オンザランウェイに止まった。大爆発を引き起こすという事故の大きさから、空軍のスポークスマンは、事故機が、 通常爆弾しか搭載していなかったことを発表する必要があった。事故機は膠着装置とエンジン部品、微力、そして炎症を免れた少数の爆発物を除いて何も残っていなかった。大爆発によって飛散した非常に小さな金属片はスプレッドライクコンフェッティと言われ、関係者は残骸の除去作業にあたって52ピカップとほのめかした。残骸は カンザス州ウィチタに送られた。事故機に乗っていた搭乗員は沖縄から構想されたが、火傷のため死亡した。また、二人の沖縄人従業員も爆発で怪我をした。もし当該機がそのまま離陸していた場合、滑走路の北側1、4から1、2マイルズにある千葉な弾薬小地区に墜落、記録的な事故となった可能性がある。千葉な弾薬小地区には、 通常の弾薬や高性能爆発物など、数万発の弾薬が保管されており、また、W31 核弾頭用の MGM-13、メイス巡航ミサイル、MGR-1 オネストジョンチ対地ロケット、ミン -14 ナイキヘラクレスチ対空ミサイルなど19種類の核兵器弾頭や関係兵器が保管されていたことも知られている。千葉な弾薬コ地区には、 化学兵器貯蔵エリアレッドハットの52の貯蔵庫があり、そこにはおそらくプロジェクト112の生物兵器も含まれていた。当時、沖縄では千葉な弾薬庫に核兵器が保管されているのではないかという疑いの声が上がっていた。この事故は米軍施設内で保管されているとおぼしき、化学物質や核兵器が周辺住民を危険にさらすという沖縄の 潜在的な危険性を図らずも示すこととなり、沖縄から B-52 の撤退を求める運動や沖縄の市政権返還運動を強力に後押しすることになった。ありがとうございます。